わあ、何が何が何が、バグり倒したんだけど。めっちゃ戻された。ロードの、ロードのって言ってたけど。全員レベル1になってるんだけど。何これ。どうも皆様、ご無沙汰しております。今回もシャイニングフォース、神々の絵さん、違う、どうも皆様、ご無沙汰しております。今回もシャイニングフォースガイデン遠征邪神の国へ実況していきたいと思います。主人公のニクくんね、あんまマックスくんに似てないですよね。美少年って感じがしますね。さあ、今回の戦闘なんですけれども、前回乗ってたね、船がぶっ飛ばされてしまったんですよね。で、この辺に落ちてる木々を使って戦おうみたいな、そんな感じの戦闘ですね。うん、記録がね、ついでにぶっ飛ばされちゃって、あいつすごいよね。ロムのデータまで持っていくからね。で、全員のレベルが1になってたんで、ちょっとね、最初からやり直して、マックスじゃないわ、ニック君以外がレベル2になってますね。で、今回の敵は、最初の敵といったらゴブリンと、スケイブン。攻撃力ちょっと高いね。で、おそらくこいつがリーダー、ドワーフですね。一番攻撃力が高い。さあやっていきましょう。できるだけ全滅させたいですね。で、足元の木を調べると、木の杖。こんな感じでね、こんな感じであり合わせのもので奴らを倒していこうと。まあ、シャイニングフォースやからね、二軍とはいえシャイニングフォースやからね。木の棒で、木の棒で、これシグね、装備できないんだよね。シグくんどうするよ。シグくんちょっと行こうか。うん、前線の方へ。いやーいや、どうするどうするどうする。前線の方へ。回復役一人やからね、シグくんは。で、シェイドは木の矢、矢があるんよ。運がいいね。積み荷だったのかな。で、ルースは棍棒。うん、より蛮族感増してきたね。戦闘強だからね。我々はラグの一族に活躍してほしい。で、ニック君は木刀。奇跡だよね。木刀が漂着してるんやもん。どういうことなん。さて、ウェンディ持ち物装備。じゃあ木の杖を装備して、攻撃力11。11やで、覚えてて。攻撃力11やで。ゴブリンとかと同じ攻撃力やで。で、アピスは持ち物装備。ほら、一緒やで。アピスとウェンディが同じやで。どういうこと。あ、こういうのも気になる。樽の中にもアイテムあるぞ、おい。なので、左下にあった樽、シェイド君に回収してもらおうか。砂浜で意外と動けるからね。あ、装備し忘れた。武器を装備し忘れたね。まあでも戦闘にはまだまだ参加できないので、持ち物装備。わあ、強え、ルースが強えぞ。さすがラグの一族よ。これよ、これ。さあ、持ち物装備。僕と、うわあ、ニック君やっぱレベル1やからね。さあ、おお、よっと、ルース狙いだ。いやー、ほら、ルースの後ろ姿にラグを見る。ラグを感じるね、うん。ウェンディは攻撃力高いから、直接攻撃でもいいんじゃないかな。ベーン、ほら。で、今作ね、気づいたんですけども、前作は経験値が100になったらレベルアップ。で、レベルアップした時に、100超えたらその分全部切り捨てだったんですけども、今回はね、どうもプラスなんだよね、その分。あ、倒しちゃった。ニック君に倒させてあげればよかった。まあまあ、しょうがない、しょうがない。アピスはできるだけ早く。できるだけ早くアピスは上の砂浜地帯から抜けたいね。うわ、はい。いきなりの戦闘でこんな足場が悪いとはね。もう調べる。お、薬草だ。薬草もバカにならんからね。なんやかんやで結構貴重な回復ソースなんで。いけい。よえー。あ、よかった。レベル上がった。能力伸び。攻撃2、防御2。うわ、HP とか伸びなかった。くそー。この世界線はダメだ。ブレイズ、やっちゃえ。でー。強っ。遠近両用やな。うわ、どんどん強くなるぞ。
ウェンディどんどん強くなるぞ。でも魔法使いはね、ほっといてもレベル上がっていくからね。さすがでございますと。アピス急げ。君は一刻も早く。で、シグ君は回復と。ルース。ブリャー。今回敵の能力のついでに魔法見なかったけど、おそらく魔法覚えてないでしょ。あんな奴ら。一番最初の戦闘なんでね。うん。前回亡くなった守りのリングとかさ。あれ、戦闘終わる前に捨ててたら後々に掘り出し物を並んだのかな。アシェイドも強いね。行くぞ、ルース。行くぞ、ニック。わあ、いいね。2ずつ伸びたのはいいね。HP とか伸びなかったけど。でーん。ほら、硬い。急に硬いで。3に抑えれるのはいいね。でも、連撃が来たら急にしんどいよね。最初の戦闘ってこんなもんだよね。OK。で、魔法だな。つっかえちゃうから手前を倒したい。ブリャー。で、アピス組んで、こっち倒して、で、どんどん奥へ奥へ突っ込んでいきたいね。で、シグ君は、あー、回復できない。待機。スケーブン来たよ。来た、アピス。いけ、木の棒で。でーん、スピアじゃないからね、近距離攻撃になっちゃったんだよね。結構サクサクだね。やっぱそのゲームギアのソフトだからね、思ったよりもサクサクって進めれそうな気がしますね。ニックどうするかな。あんま前出たらさ、殴られそうだよね。うん、待機で。ここで、うわ、やべやべ。さあ、誰が倒す。連撃だったら負けちゃう。連撃だったら負けちゃう。大丈夫だった。あー、これはまずいですね。待機で。で、ウェンディは、ウェンディ待機だな、これ。ウェンディレベル高えから。で、シグ君の魔法ヒールで回復。ほれい。背筋よ、あの。お、来た。おー、防御上がったよ、いいよ。ヒールがレベル2になった、早くね。才能あるね。ゴングおじさんと違って才能がすごいあるね。さあ、アピスで倒しちゃうか。うん、いっちゃおう。ドン。いいね、いいね。経験値のね、ああ、いい感じ、いい感じ。うん、攻撃力伸びてほしかったけど、まあ、しょうがない、しょうがない。経験値100超えちゃった、キャーみたいな考えなくていいからね、今作は。どんどんとどめさせそうで、レベル低いやつはどんどんとどめに参加してもらおう。あれ、ルース大丈夫かな。ルース君大丈夫かな。ここにいれば、一体はゴブリンが。そう。ニック君を狙ってくれる。オッケーオッケー。あ、硬いね、ニック君。いいね、いいね。で、ウェンディは、ウェンディどうするかな。戦闘参加させたくないな、ここまで来たら。ちょっとレベルが高い。でも、時期、みんなレベル3なるか。なりそうな気がするな。どんだけ持ってくんやろ。言うて攻撃力1しか上がってないから、全然大丈夫だった。で、問題はシグがね、圧倒的に攻撃力が低いから、あ、いけた。ギリギリやん。4なら倒せるね。これから素手の期間が長いんだろうな、シグ君は。わ、ついにスケイブンが。わ、怖い。思ったより怖い。わ、あんま強くない。それともアピスが硬いのかな。で、スケイブンは、あ、スケイブンが意外と消極的。こっちのスケイブン倒すか。いっちゃおうぜ。そりゃニック君たちと協力してこっちを倒してもらおう。ニック君はちょっと無理っぽいな。いけ、いけ、ルース。ルースの攻撃取れない。いいね。ルースにはやっぱ活躍してほしいね。あ、シェイド狙い。やるね。やるけども、もうレベル2以上になった我々の敵ではないな。さて、スケイブン、スケイブン狙おう。スケイブン狙おう。どりゃ、やばいやばい。ターゲットが分散されてるよ。でも、ここに光るのはウェンディ。攻撃じゃ。ポコン。魔法を使う必要がねえぜ。シグ君どうするかな。シグ君でスケーブン倒すか、こっちの。そりゃ。強っ。
が早くもレベルに差が開きそうな気がしてきたな。なので削れるかな、アピスでいい感じに。あ、いいねいいね。でスケイブンはニックに攻撃、そんな効かないでしょ。仮に連撃でも大丈夫だった。さてでシェイド君でゴブリンかな。オッケー。でレベルは上がらない。でニック君が左を倒す。ルースにも頑張ってほしいなルースにも頑張ってほしいけど、ここはニック君でしょ。いけ、そりゃいいね。レベル上がった。MP1。 うわ MP かよー、 HP 伸びねえな。今回のニック君は HP が伸びねえな。さてじゃあルース中心に活躍してもらおう。シグも一発ぐらい耐えるでしょ。来ないの、やつは囲まれるの待っとるぞ。じゃあ囲んであげよう、そんな彼のために囲んであげよう。ルースも一発ぐらいに耐えるやろ。ごめん俺動かねえんだ。マジで終わっちゃうよ、あっさり終わっちゃうよ。いっちゃいましょう。いけアピス、ドキャ、いけシグ、君も格闘に参加するんだ。ドキャ、多分進んでいけばシグ火力不足になってなかなか格闘参加できそうにないからね。ニック君は待機よ。でここで削ってもらって、ルース君でとどばかったりははは、怖え。あ、レベル上がった。HP に攻撃に。あ、素晴らしいね。そうそう。ニック君もこんぐらい伸びればね。さあ、ルースが。似た者対決を制するぞ。向こうはドワーフやけど、こっちはホビット。ホビットの戦士って珍しいよね。うるへい、ホビットの戦士の攻撃。49ポイント。レベルが上がらんかった。そうそうか、わかったぞ。お前らはガーディアナ軍だな。ザイプルスの主力のいないこの島に上陸するとは思ってもいなかった。ゴホン、おお、やった。あ、誰だ、大丈夫か、怪我はないか。サイプルスのやつらが妹を連れて行ったと聞いて慌てたぞ。可愛いよね、牙あるように見えるけどね。もう本当に危なかったのよ。でもガーディアナの皆さんに助けていただけてよかった。めっちゃ礼儀正しいやん。さもなければ今頃、ああ考えただけでゾッとする、ジェイがいる的な、シェリー的な感じになってたやろうな。何、ガーディアナ軍だと、お待ちしてましたあなた方を。サイプレス軍はガーディアナが攻めてくると警戒していました。しかしまさかこの島に来るとは。お願いです、どうかサイプレスを、神官ウォルドルたちを倒し、この国の平和を取り戻してください。マガセンシャイ、ガーディアナの光の軍団は我々にも鳴り響いています。え、私もお供させてください。やった、クレイ。わー、なんかお人形みたいな名前のやつが仲間になったな。土属性だな。兄さん気持ちは分かったわ、もう何も言わない、倒してね、そして平和を取り戻してね。すごい濃縮されてんな、言葉数が少ない。皆さん村においでください。この先補給できませんから装備などを整えてください。あ、ついに村が村パートですよと。わあ、そういうことね。シャイニングダクネスシステムだ。シャイニング&ザダクネスシステム。へい、らっしゃい。あ、やっぱ、ああ、そしてグラフィックがないぜ。買い物。あ、あるよ。あるよ、ちゃんとした武器が。じゃあ全員に買い与えてあげようか。アイテムの補給は終わったんですよ。で、本陣なんだけどさ、できることがめちゃめちゃ少ないんだよね。助言とかくれないんだよ。助けてってやってもさ。これは完全に、境界なんだよね。全然ね、ロー君が役に立たないんだよね。あ、でもロー君、蘇生魔法を覚えれたってことなのかな？うん。だ、気をつけて。無理は禁物ですよ。行くか。ちょっと短いんで、もう一戦闘ぐらいできるかな。行ってみよう。おお、サイプレス本土に行くには、まず船を手に入れなければ。ミニヨム砦に参りましょう。ミニヨム砦ってまたまた小さそうな名前やな。大丈夫かな。探したぞガーディアナ君。この声はまたドワーフや。でも右上にスフィンクスがおるんやけど、怖っ。
ゴブリンたちが帰ってこないのでまさかとは思ったが、やはりそうか、貴様らに倒されていたのだな。しかし奴らを倒してくれて息になるのもこれまでだ。我らの軍門に来るがいい。余裕のやつ、サイプレスナイトだった。大コウモリだ、懐かしい。全パートぶりやな。で、右上のスフィンクスよ、気になるのは。スフィンクスの能力だけ見ましょうと。はい、ブロンズランス二刀流、まさかの二刀流じゃ。早いな、もうブローバースタイルやんけ。行くぞ。じゃあ道がやっぱね歩きやすいね。どんどん進んでいこうぜ。で、あ、持ち物装備してねえわ。ブロンズロード全員に武器を買ったんだけど装備し忘れてたね。やべえ、アピス君大丈夫かな。最前線飛び出しちゃったけど丸腰なんだよね。よしよし。クレイはもともとレザーグラブ装備したんですね。なので待機と。で、シグ君も思いのほかすぐね、レザーグ強っ、16やったんだ。で、ニック君も持ち物装備とショットソード。シグ強ね。巨人族のポテンシャルをいかんなく発揮している。持ち物装備、鉄の矢。うん、てかニック君がちょっと弱めなのか。ゴブリンだ、あんなところにゴブリンだ。持ち物装備、ショータックス。はい、やべ、アピス武器装備できてねえんだよ。グラフィック的には装備してるんだけど全然装備してねえんだよ。パパパッと倒してるチャンス、パパパッと。ウェンディの格闘能力を見ろっちゅうことよ。闘技や。強っ。魔法いらんのちゃうかこれ。で、シグ君は、シグ君もう先行っちゃおうぜ。足の遅いメンバーで手前を倒してもらおう。足の遅いメンバーって誰だ。全員機動力同じぐらいなんだけど。さて、持ち物装備、スピアに持ち替えて戦えるね。戦えるけどどうする。レベル低いルースにとどめをさしてほしい。待機だ。で、ニックはここで待機することによって大コウモリを釣り出す。いけるやろ。クレイもレベル低いのね。じゃあクレイで攻撃だな。7強っ。泥人形強っ。泥人形兄さん。さて、機動力高いな、シェイド。やっぱりネルースはここ待機。なんならゴブリン一人でやっつけてもらおう。あ、そっち狙うの。ウェンディじゃないんだ。この戦闘も特に苦戦することなさそうだね。じゃあアピスはオオコウモリにスピアをポーン。硬っ。オオコウモリ強っ。やべえ、こいつはまずいぜ。いけ。あー、シグバール、やばいやばいやばい。囲まれちゃう。上に来てほしいな。あ、避ける。上来てほしいな。やった、上来た。ラッキー。オオコウモリの攻撃って前作だと寝たんだけどね。今回はどうなんだろうね。そういう状態以上はあるんだろうか。さて、クレイ君はどうするかな。使えちゃったな。人が多いわ。魔法ヒールでもかけとこうか。よいしょ、経験値を稼いでもらおう。妖精めっちゃ光ってたな。さて、ニック君来たよ。攻撃だ。ベーン。ニック君ほんま武器装備してる。剣めっちゃ細いんやけど。やばい、スケーブンだ。まあ大丈夫でしょう。意外と硬いから。で、しょうがないからシェイド君をこっちから。てい！素晴らしい。あの体力ならウェンディがやってくれるけど、とりあえずルースはこっちのお掃除だ。一人で大丈夫やな。ほっといて、ほっといて。全然能力伸びんかったぞ。ルース。あ、シェイド狙いだ。光栄の人を狙うよね。普通そうだよね。なんでさっきルース狙いやったんやろ。さて、魔法ブレイズ。とりあえずオオコウモリ一体これで落とせる。グッジョブ。いいね、ウェンディ大活躍だ。さて、で、
アピスは回り込んでできるだけ奥の方に進んで大コウモリに攻撃したいね。うん、大コウモリに攻撃したい。いけ。取れ。硬いな。大コウモリが勝って来た。シグ、君も攻撃に参加するんだ。取れ。強い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 。来た。レベルも4になった。能力めっちゃ伸びるやん。めっちゃ強いやん、シグ。どうしたん。ゴングおじさんとは大違いやな。やべえ。ニックがまずいぞ。連撃じゃなくてよかった。連撃だったらもしかしたら死んでたかもしれんからな。よしよしよし、アピスが受けてくれて助かる。で、ニックはこっちのオコウモリ倒すよ。セリア。オッケー。早手のチキン、こいつは美味しい。転職後だな。使うとしたら転職後だと思う。てー、連撃来たら死ぬんだよね。怖い怖い。さて、回復するか。魔法回復したいのもあるけど、攻撃しちゃいたいのもある。攻撃しちゃおうぜ。いけ。でーん、シグ君に回復してもらおう。ニックは、HP1 MP1 攻撃3。今作ゴング強い。ゴングじゃねえよ、文句強いんじゃない。めっちゃ強い説あるで。いけ。スケーブン攻撃、スポン。いいね、めちゃめちゃ強いぞ。うちのシャイニングフォースめちゃめちゃ強いぞ。おー、ルース待機。やばい、スケーブに囲まれたらえらいことになる。スケーブに囲まれるとえらいことになる。とりあえず片方倒したいな。こっちはウェンディが倒してくれそうなんで、奥に回り込んでこっち攻撃じゃね。よし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 。で、シグは回復に回ってもらうと思う。で、魔法ブレイズ、これいけると思うんだよ。6だからね、固定ダメージで倒せる。オッケー。さあ、シグが先かスケーブンが先か。 HP に MP に。いいねいいね。あ、フリーズ早っ。二軍部隊センスがすごい。めっちゃ覚えるやんけ。あ、間違え、ヒールレベル2をかけるところか。レベル1ですね。これシグ狙われるんちゃうかな。大丈夫かな。まあ、でもシグ君今強えからな。全然怖くないわ。もう敵軍もあとちょっとやな。すげえヒヤヒヤするやろな。あいつらどんどん成長しながらこっち来るやんて。ちょっとヒールかけとこうぜ。経験値を稼ごう。あと1回使えるからな。基本的にレベル4にしときたいけど、まあちょっともう無理かな。シグ狙いだ。出た。硬っ。あんなノースリーブなのに硬っ。これちょっと攻めすぎだな。一旦待機。ルースに攻撃してもらおう。待機だ。きたー、ルース。倒しきれねえなこれ多分。やる。さすがルース、強。めっちゃ強いじゃん。ルースくんめちゃくちゃ強いやん。7点は高いわ。さて、ウェンディは、ウェンディこの辺にいて大丈夫かな。で、クレイもこっちだな。いけいけ、どんどん突っ込むぞ。あー、逃げた。ビビったぞやっぱ。そらビビるわ。あー、来るんかい。どっちやねん。アピスはドワーフに攻撃。とりゃあ、レベル上がった。 HP、 あー、微妙微妙だけど、今んとこ別にそこまで悪くないね。いけ、ドワーフを攻撃だ。ダイン、惜しい惜しい。ニック、ルースあたりにはどんどん活躍してほしいんだよね。うへー、主人公死んだら終わりだからね、今回の戦闘も。ドワーフに攻撃。うわ、外した。最悪だ。おじさんの血を継いでんな。おじさんってか父親のな。さすがでございますよ。とどうすっかな。この位置からスケーブン攻撃するか。ちょっとレベル高いからね。よいしょ、いいね。で、とどめは誰が刺す。ウェンディはレベルが高いから待機だ。シグは回復かな。アピス回復してもらおう。よいしょ、シグ大活躍なんだが。今作の文句強い説あるで。
行け。クレイ、君が倒すんだ。僕は。いいね。今作文句強いな。楽しくなってきた。全員レギュラーだこれ。あー、ビビって下がったわ。そら下がるやろな。いざ肉、あれ？あらら。あ、でもこの位置まずい。攻撃食らうんちゃうか？一発9点はないにしてよ。能力の伸び注目。うわ、HP 伸びねー。マジで？どうするつもりなんよ。全然 HP 伸びんやん。バシュ。やばい、ルースが全然戦闘に参加できない。来た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 。9点はさすがにないと思う。まあ大丈夫だった。3点か。防御2ずつ上がってるからね、うちは。これは倒しちゃいそうだな。だから、上を援護だ。よいしょ。硬っ。あのスフィンクス硬っ。これはいい感じにサポートができるはず。フリーズはこの戦闘では使わないかもな。よし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 。で、シグヒールかな。そうだね。いけ。素晴らしい。大活躍だぜ。前作のロウ君が霞んで見えるぜ。えいへい。あんなフルスイングやのに2やで。全然怖くないな。倒せ、クレイ。どりゃ。全然グラブじゃなくて木の棒でポキャッとやってるよね。ははー、攻撃力3ポイント。おいしい。おいしい。さあ、いけ。きてーん。おっとっと。あれ、ルースのターンは？シェイドもレベル上がってほしいな。お、いいぞ。必殺の一撃だ。そして、とどめを刺すのは、我らがルース。いけー、ホビットのほくろかけて。やった。ブロンズランス落とした。ラッキー。アピスが強くなるぞ。HP2、攻撃1、防御1。まあいいか。HP 伸びたし。子供アローに俺たちがお前がリーダーやったんや。こんな愚像どもに負けるとは。ググル、不学だ。グフ。だいたいみんなグフっていうのはサイプレスの人たちは。ついに我々の所在がサイプレスに知れましたね。さあ、先を急ぎましょう。ああ、早い。何もさせてもらえない。じゃあ今回はこんな感じにしますか。じゃあ次回もよろしくお願いいたします。というわけで、お疲れ様でした。